はい。あの時の雑誌連載から裏原宿の歴史を探る、今回は HFA の91年5月号を振り返っていきたいと思います。はい。91年5月号に関しては、T シャツ特集ということで、高木寛さんがゲストに登場しているという回になりますと。で、タイニーパンクス再結成ということで、で、HFA としては初めて、高木さん、菅さんが出てくるっていう感じの特集になっていて、グッドインハのシャツになるのかなと、T シャツをいろいろ紹介しているというような回になりますと。結構スケートものの T シャツが多いかなと思うんだけど、柳とか気になるのここある？もうやっぱずっとヘンズリーがなんかキーワードっていうか、藤原宏さんのそのアイデアソースになってたっていうことを考えると、この紫の。やっぱこう、野田さんがおっしゃるように、スケボーブランドかなり出てきてるんで、この時代の、まだストリートっていう言葉なかったかもしれないですけど、やっぱりそのスケーターファッションからのインスパイアっていうのはちょっと多分にあったのかなっていう気はします。それ以外、リアルとか、ワールドインダストリーとか。ワールドインダストリーは多分この時代、その前にも出てきたパウエル、ボンズ・ブリゲードがいたパウエルから、こう、独立する形で、ミューレンとスティーブ・ロコって人が立ち上げたんですけど、で、バレリーとか、ゴンズとかも、ジョインしてみたいなとこなんで、今、この多分91年ぐらいでちょうどホットな、ブランドだったと思うんで、その辺もしっかり取り上げてたりとか。いや、リアルってこの時代からあったの？そうそうそうなんですよ。僕なはんもう、だあれ、けど。リアルって僕の予想だと92年ぐらいじゃなかったかなとか思って、ミューレンとかが抜け出した時点で、リアルもトミー・ゲレロが抜けて、ジム・シーボー、この一番上のサンタモニカエラインにいたそのジム・シーボーと、立ち上げたあれなんで、あれかもしれない。タイミング的には近いのかもしれないですけど、あれ91年あったっけなっていう気はしましたね。そう。しかもこの ACDC の、ロゴの、バンドのロゴのパクリのやつも、この時代だったっけみたいな、もうちょっと後のような気がしてて。そうですね。95年ぐらいのリアルのビデオとかデッキとかにも、いまだにこれ使われてはいるんで、もう定番ロゴになっちゃったからですけど、確かにおっしゃる通り、こんなに早くあったのかっていうね。そう、気そは。こら辺をこう、引っ張ってくる速さ。やっぱスピードいや、だすよごいですよ。ね。このリアルの、斜め左上に、これ、ブラインドの T シャツもあるんだけど、で、両方問い合わせがロンディスだから、この赤いやつですか？これブラインドなんだよ。ああ、そうなんですね。で、ブラインドも結局、ゴンズたちが、ビジョン抜けたゴンズたちが立ち上げた、レーベル。これもワールド系だから、そうですやっぱね。この時ちょうどワールドの勢いと、ストリートスケートの勢いが、もうすごかった時っていうか、やっぱ多分革命的な、こう、時代、スケートボードに関しては、アメリカのそのスケボーカルチャーが結構いよいよこうストリートスケートっていうところに出てきたっていうところだったんで、で同時に多分このストリートファッションっていうのもストリートスケーターからこういろいろで、まあさっき言ったヘンズリーとかもそうなんだけど、まあゴンズもそうだし、その辺が注目されるようにはなってきたっていうのが面白いのと、あとはまあ、俺の中ではこの、縦の一番左ラインの、上から1、2、3番目の、このグレッチの T シャツ、ギターの T シャツ。やっぱこれって後に委託屋のこう宝となる、この各委託屋の神棚に飾られる級の、ギター T シャツなんだけど、やっぱこれって、でインパクトあるなっていうところ、かっこいいよね。かっこいいですね。これも91年には出てたんですね。そうなんだよ。俺結も構これちょっ古とい。後だと思ったんだけど。ですよね。この時からあったんだっていう感じ。これは結構、グッドイナフの名作 T シャツとして、そうですよね。ラインナッ一プ番し上てのます。段のその3番目のなんですか、エンドレイシズム。
これもさ、ちょっと前復刻されて、そうだね、あれですよね、これ。あ、そうなんだ。ブラックライブズマターだっけ、なんか。ああ、そうです、あの時の、そうです、そうです。へ、ね、そうなんですよ。やっぱり、いや、もうこの時代に何ですか、こう、レイシズムを終わらせようみたいなメッセージをこう発信してるって、すごいなっていう。うん、そうだね、この時の、この、差別反対のメッセージだから、なんだこれ。なんかロスボード。ロスボードかな。ああ、うん、そうだよね。うん。なんすかね。の影響なのかな、じゃあ。まあ、すごい、グラフィックもかっこいいですもんね。で、まあ、そうなんですよね。これと、そのグレッチの T シャツはグッドイナフでいう名作。そうだよね。まあ、このシャツもそうですし。右ページの2人でお揃いで着てるストライプ。はい、そう、これもあれです。なんか囚人シャツって呼ばれてたじゃないですか。グッドイナフ好きな人たちの間から、うん。これも多分前も出したかもしれないですけど、そのマーク・ゴンザレスが、そうだよね、元ネタになってると思う。マーク・ゴンザレスはボーダーの囚人を着てたんで、まあ、それをちょっとストライプ化したのがこれなのかなって気がするんで。うん、あれって、アルカトラズ。あ、そう、アルカトラズでスケートした、はい。そうです。スラッシャーの企画だっけ。あ、そうです、そうです。まさにそうです。そうだよね、はい、なんかなんですか、多分それの様子、なんかスラッシャーでもゴンズの顔がプリントされて、なんか T シャツになってたような。うん、なんたらなんとかプリズンっていうメッセージと。ああ、そうです、なんたらなんとかプリズンっていう。うん、ゴンズが囚人キャップっていうか。ああ、そうです、顔が。うん、変顔してね。だあれってさ、あ、縦、横ストライプだった、はい、あれは横ストライプなんですよ。なんか色といい、太さといい、なんか。太さといい、なんかちょっと似てるなっていう。出どころは、ゴンズの、スタイルでいいのかな、合ってんのかね。まあ、なんかストリートでその囚人って言ったら、もうちょっとやっぱゴンズのあれがあまりにも、うん、あれ結構なんか、スケート史の中では結構、なんですか、外せない。そうだね、歴史的の一枚になってるんで。だからまあ知らないはずはないんじゃないかな。そうだね、しかもここでスラッシャーの T シャツとかちゃんと紹介してるってことは、ええ、割とスラッシャーとか、海外のスケートマガジンはちゃんと読んでる。多分読んでたんじゃないかなって気しますよね。うん、だって割合的に多いですもんね、このスケートの。多いね。多いですよね。うん。けどさすがなんかスラッシャーもロゴじゃなくて、なんですか、このダイヤモンドの、なんていうんですかね、ちょっと変わった、うん、見たことない。そうだね。トランスワールドもこれちょっと初めて見たんですけど、こういうのあったんだっていう、うん。そうだね。トランスワールドスケート、TWS トランスワールドスケートでいいんだよね。あ、そうです、そうです。そう、これもPIL の。そうですね。ジョン・ライドンの PIL のロゴのパロディというか、うん、うん、やつ。かっこいいよね。かっこいいです。そうだ、結構スケート色確かに強いね。だこういうのを多分なんとなく見てたから、うん、我々のそのグッドイナフ像っていうのがスケートブランドじゃなかったっけみたいな。そうですよね。これの中に紛れてると、込みなんじゃないかな。うん、そうですよ。なんかインポートの何かブランドなのかなっていう感じしますもんね。うん、スケートとアートばっかりなんですね。バーバラ・クルーガーとか、ジェニー・フォルターとかも。あ、これ、この間なんか紹介したあれですよね。フォルターはそうで、上のバーバラ・クルーガーは、シュプリームのロゴの元ネタ。あ、そうか。そうだよね。あ、この赤い字が書いてある。まさにこの、そう、この赤い文字が思いっきり、そうだね。うん。で、まあ、実際もう、手に赤ボックス持ったグラフィックの T シャツとか出してるんだけど、あれはもうバーバラ・クルーガーの作品そのまんま。T シャツとか出してて、まあもともとフューチュラとかもデザインしてたんだけど、バーバル・クルーガーが元ネタのボックスロゴになったっていうのは。うん、まあ、じゃあそういう意味でも結構ちょっとルーツっぽい感じの。そうだね。ハーブリッツとかもあれですよね、なんか有名なファッション写真家ですよね。なんか L とか、なんかそういう系、なんかハイファッション系のやつだったと思うんですけど、となんか一番下のやつの左から2個目とかなんか割と有名な写真なんじゃないかな。あ、このバック。あ、そうそう。多分写真だけだったと思いますけど。ちょっとブレウスウェーバーに。ああ、そうだね。ああ、そう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 。ありてるね。だからなんかもう本当にアートかファッションかグッドイナフみたいな感じになってるなと思って。うん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 。アートかスケートですね。はい。うん。
ケート。ちなみにこれも前ちょっと話したけど、このグッドイナフのシャツまんまそっくりなのが最近復刻したリーバイスのシルバータブから8000円で出てるんだ。あれかっこいいですよね。なんかそうなの、もうまんまですねこれ。こういう大きめのボタンにシルエットもこういうダボっとした感じなの。はい、まさにシルバータブなんでちょっとダボっとしてて、ボタンは、ね、まあ、普通で、まあ、こんな大きくはないんですけど、まさにこの太さといい、かすれた感じのプリント、ボーダー感といい、もう本当そのまんまですね。色もこのまんまなんですよ。今思い出したんですけど、この囚人シャツって下ありましたよね。この下ありますよね。うん。そうそう。そう、それがあったから、ますますその、ごめんなさい、ゴンズのね。ゴンズも上下、着てたんで。これセットアップだったんだ。これセットアップ、なんか半ズボンだったかなんか。なんかいずれにせよ下あのね、はい、次の号でね、ひろしさん着てるのよ、上下で。ああ、そうなんだ。すいません。長ズボンなんだよね。ああ、なるほど。うん、なんていうのかな、このあと裏腹に突入するけど、やっぱりグラフィックの重要性っていうのが大きくて、で2000年過ぎるとどんどんこう無地になっていくというか、味気のないもうスーパーシンプルになっていっちゃうんだけど、やっぱりそれだと全然こう面白くなくて、やっぱこういうプリントものってストリートスタイルというか、ストリートファッションにおいて、バンド T シャツとかと同じで、めちゃめちゃ重要っていうのがあるかなと。なんかそのアメリカのそのスケートシーンも、なんかまあ、手軽にというか、その、ありもののボディで自分たちのなんか世界観伝えるのに、こういう T シャツとかちょうどよくて、彼らがうまく活用したってなったと思うんですけど、まあ、それ裏腹の人たちもなんですか、ありものの。うん、ものにこう、ね、ブランド感をこう伝えるみたいな。なんか、やり方としては、このスケートの、この時代の人たちがやってたのを、ドメスティックとしてやったみたいなところは確かにありますよね。うん、うん、だからやっぱ、しかもその、スケーターたちとか、この人たちのこう、グラフィックの作り方って、元ネタをどういうものにして、それをどうやってかっこよくアレンジするかとか、なんかそういうところもセンスだと思うから、確かなんかゼロから作るっていうよりは、もともとあったこうロゴだったりとか、ものをこうアレンジするとか、なんかそういう、そう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 、その辺のセンスがこう、競われるというか、確かにそうっす。うん、そこが面白いなっていうところ。そうですよね。うん。という、今回はそんな感じですかね。はい。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、また来週、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。